皆さん、こんにちは。 CDH 会計事務所の YouTube チャンネルにようこそいらっしゃいました。クロスボーダーチャンネル担当の藤本です。今日は帰国の3パターン徹底比較ということで、永住権を放棄する、永住権を維持する、そして最後に米国市民権を取って日本に帰国する、この3つの帰国パターンというのを徹底的に比較してみようということのでこのビデオを作ってみました。よろしくお願いします。最初にですね、左の3つのコラムを見てください。永住権放棄の人、放棄をしない人、市民権保持の人、2つほどここで注意点っていうのを最初にご説明をします。永住権放棄をしないというのは、この場合はですね、税務上での放棄をしない、つまりフォーム8854をファイルすべき人がファイルしなかった場合ということを言っております。次にごめん、ちょっともう一回説明しますと、グリーンカード自体のアメリカに入れる、そういう効力、権利、これに関しては、6ヶ月ぐらい、6ヶ月なんでしょうかね、6ヶ月経てば、グリーンカード自体の、カード自体の効力がなくなるという、ことを意図しているわけではございません。あくまで税務上のその8854をファイルすべき人がしない場合ということで書いてあります。次に市民権保持。この場合ですが、私のアサンプションというのは、米国の市民権を自発的に取得されて、日本の国籍がなくてですね、米国のパスポートのみあるという方、それで日本に住むという、家庭でのお話になっていますので気をつけてください。それじゃあですね、12項目ぐらいで比較してありますので、どんどん説明をしていきたいと思います。まず国籍の部分、これは別に私が説明するまでもなく、上の2つは日本、下が米国。次に日本に滞在する権利、こちらはですね、ここだけ説明すればいいと思うんですよね。市民権の保持をして、アメリカで、市民の人が日本に滞在するときはですね、在留資格、あるいは在留カードとかって、関係するんでしょうけども、法務省より取得します。そしてその次のステップは日本の永住権を取るということなんだそうです。これは私の専門外ですが、ちょっとお話を少し聞きましたので、ここで紹介しております。大体元日本人の人というのは3年ぐらいのまず在留資格をもらうことができて、その資格、在留資格が、を失う前にですね、例えば1年半とおっしゃってましたかね、1年半ぐらいで日本の永住権の申請ができるということで、元日本人の人は非常にそのプロセスが早いんだそうです。まだもっと知りたい方はですね、私の方にご連絡していただければ、その専門家の方をご紹介いたします。それからですね、米国に滞在する権利っていうのは、こちらの方は普通の人がアメリカに行く時のリストリクションということなんですが、当然市民権を持っていれば、アメリカにはいつでも帰ることができるということです。じゃあ2番目の今度は比較ですよね。今度は住民票、銀行口座、投資口座ということで比較してみたところですね、この辺は OK、 もちろん銀行口座も OK、 それは住民票がないとダメだと思いますけれども、投資口座なんですが、ここを注目していただきたいんですよね。住民票、マイナンバーがあれば可能だが、取引制限証券、商品ありということで、私が全部の証券会社を調べたわけではもちろんございませんし、SB 証券というのと楽天証券を調べたところ、買えない、投資部案件がございました。こちらもですね、
レファレンスに参考のサイトをつけておりますので、そこをクリックしていただいて見ていただいても構わないですし、直接ですね、金融機関、投資関係の金融機関にご連絡してですね、ご確認されてもいいのかもしれません。はい。じゃあ次にですね、帰国の3パターン徹底比較、3番目でですね、日本の相続税ですね。これは、ここのアサンプションっていうのは、日本に住所を持つんだと。つまり住民票を取って住むんだと。ね、もうそこに住むんだという、そういう仮定で話しております。日本の相続税はこの3つのパターン、どれにもですね、全世界資産に課税されてしまう。これを逃れることはできません。よろしいでしょうか。日本に一旦住む、住民票を取って住んでしまえば、もう全世界の資産に日本の相続税がかかってしまいます。で、今度は米国の相続税なんですが、永住権を放棄されて、た方にはですね、米国にある資産のみに米国の相続税が対象になります。で、8854をまだファイルしていない、永住権放棄してない人はですね、こちらの米国にある資産のみ、あるいは全世界の資産に米国の相続税が、かかってまいります。ちょっとここであるいはというのはですね、ちょっとその見解に相違がありまして、それがあるのと、また、その論点としてはですね、もう日本にいるんだったら、日本に住むという意図でいるわけだから、アメリカの居住者では、遺産税の上での居住者ではないだろうという考え方と、いやいや、グリーンカードの放棄をしていない人は、まだまだ、アメリカの居住者であるという、そういう考え方もあるということですね。で、まあ、こういうものっていうのは、まあ、あまり細かいことを言うつもりはないんですが、ファクツ&サーカムスタンスって言ってですね、その方独自の状況でいろいろ判断されてくることですので、ここはですね、本当に専門家の方に、しっかりご相談されてですね、勝手に自分で、藤本さんがああいうこと言ってたから、そうしよう、そうに違いないっていう方で、アクションを取らないでいただきたいなと思います。で、米国の相続税、市民の方はですね、当然全世界の資産に課税をされるということです。まあ、ここでちょっと言っていないのは、その非居住者と居住者のですね、まあ、控除額の違いということなんですが、それはちょっとこのプレゼンテーションのスコープ以外なので、今回は省かせていただきます。で、次にですね、米国所得税の税務報告義務と出国税で、これ2ポイント書いてあるわけですけれども、8854を出さないと、米国税務申告のしなきゃいけないし、報告義務もずっと継続します。市民権の場合も全く同じです。8854を出して、すれば、報告義務所得税の申告書も出す必要がありません。それから出国税ですが、出国税はやはり、永住権放棄された時にですね、発生するものですから、ちょっとすみません、ここはっきり言いますけれども、当然、出国税と言いながら税金がかからない人もたくさんいますので、あんまり心配しないでください。でもですね、その放棄をするということでトリガーされる税金なので、放棄をしない方というのは、この出国税というのがかからないということを覚えておいてください。で、これ最後のスライドじゃないかなと思うんですが、国民健康保険には全カテゴリーが、参加できます。ソーシャルセキュリティの受け取りですね、これもすべてのカテゴリーで受け取ることができます。まあ、余談はあまり言わない方がいいですよね。はい。それから米国生命保険と年金保険、アニュイティって言われているものと、生命保険の受け取りなんですが、これも全く違いはございません。ということでですね、以上がこの3パターンの徹底比較ということでやらせていただきました。今回はケーススタディっていうのはなしにさせていただいて、皆さんのご質問、コメント等をお受けしたいなというふうに思っております。で、こちらがですね、いろんな、レファレンスということで、
付けてありますので、ご興味のある方はもっと見てください。でこちらが私どものディスクレーマーで、今回のまあプレゼンテーションはですね、本当にすべてのポイントに関して表面をなぞっただけだということですので、非常に広い範囲をわたって、浅く広くという、まあ、私のなんか傾向ですけれども、浅く広くの講義になりましたけれども、まあ、皆さんのある程度の方向性がですね、考えていただく上でご参考になればというふうに思いました。こちらが CDH のプロフィールになります。Zoom でですねご連絡していただければ、ご相談あるいはご質問にですね、お答えするようにしております。できるだけメールでお答えするよりもですね、お会いしてからお話しする方がしっかり説明できるので、で全容を理解してご説明できますので、 Zoom でですね、別に Zoom でなくてもいいんですけれども、スカイプでも Team でも何でもいいんですが、あるいは電話でも構わないんですけれども、お話をさせていただいて、ご意見を述べさせていただくっていうような、そういうアプローチを取らせていただいております。じゃあ皆さん、今後ともまた CDH のことよろしくお願いします。失礼しました。